はようございます。町長の太田康夫です。今月は物価高騰対応重点支援給付金について、今年の森の新茶について、ペダリング森、 e バイクのふるさと森町の試写会についてお知らせします。はじめに物価高騰対応重点支援給付金についてです。町では依然として続く物価高騰により、家計に大きな影響を受けている低所得世帯を支援するため、国の重点支援地方交付金を活用して、令和5年度の住民税で均等割のみ課税されている世帯へ1世帯あたり10万円の給付金を支給します。令和5年12月1日現在で森町に住民登録がある世帯のうち、該当すると思われる世帯には4月末から手続きの案内を送付しています。給付金を受けるには確認書の提出や申請が必要です。回覧や広報森町ホームページなどでもお知らせしますので、確認をお願いします。また令和6年2月または3月に物価高騰対応重点支援給付金7万円を受給した非課税世帯と、今回の給付金10万円を受給した世帯のうち、18歳以下のお子さんがいる世帯に限り、子ども加算としてお子さん1人当たり5万円も支給します。非課税世帯で該当となる世帯には、5月中旬から住民税均等割のみ課税されている世帯で、該当となる世帯には8月頃から手続きの案内を送付します。子ども加算の給付は提出期間が短くなっていますので、案内が届きましたら速やかに手続きをお願いします。次に、今年の森の新茶についてです。4月23日に遠州森の茶初取引が行われ、今年の新茶シーズンがスタートしました。今年も全国の遠州森の茶ファンの皆さんに満足していただける、香りよくまろやかでコクがあるおいしい新茶が出来上がりました。12日には友好町である北海道森町を訪問し、桜祭りの会場で新茶を振る舞いながら販売を行います。皆さんもぜひこの時期にしか味わえない新茶の味を堪能していただき、ご親戚やお知り合いへのご神物としてお使いください。次に、ペダリング森、 e バイクのふるさと森町の試写会についてです。ヤマハ発動機株式会社が森町を舞台に制作した動画、ペダリング森、 e バイクのふるさと森町を町民の皆さんに披露する試写会が、18日土曜日午前10時から文化会館大ホールで開催されます。入場は無料で事前予約は不要です。森町に由来する人、物、場所を自転車で巡る映像をぜひご覧ください。風薫る爽やかな季節になりました。外に出て鮮やかな新緑をお楽しみください。